はい。じゃあ、最後のトークということで、データに関する各種トピックという話を、したいと思います。まあ、言うまでもないことですけども、まあ、データ共有っていうのは非常に重要です。まあ、最近の話で言うと、まあ、コロナウイルスの、変異の情報っていうのが、世界中の研究所で計測されて、まあ、シェアされているから、今、どの国でどういう株が出てきたみたいなパンデミックの解析ができるようになってますし、あとブラックホールの解析っていうので、まあ、イベントホライゾンっていう、イベントホライゾンテレスコープっていう、まあ、各国が協力して計測したブラックホールの画像解析の話がありますけど、まあ、これもなんかデータはすでに公開されていて、そのチーム以外の人が自由にデータを触れるようになっていて、で、まあ、自分たちのアルゴリズムの方がより、データの画像を、まあ、きれいに再構築できるみたいなことを言えるようになっていきますし、あとは、まあ、前職の、理研では、なんか、SAP 細胞っていう話があって、で、まあ、捏造だったんだと思うんですけど、まあ、それもなんか、データがすでに、公開されていたので、第三者が、検証実験を行うことができたので、確かめることができたっていうのがあるので、まあ、こういったことからも、まあ、データの共有っていうのは非常に重要になります。で、2016年ぐらいから、まあ、フェア原則っていう話が出てきて、まあ、主に生命科学分野の研究者が、集まって、まあ、こういった、まあ、トピックっていうのも列挙したっていうことで、まあ、フェアっていうのは、ファインダブル、アクセシブル、インターオペレ、オペ、オペレイブル、ユーザブルの、略なんですけど、まあ、こういう、ところを気をつけてデータを共有した方がいいよっていうことを、まあ、取り決めをしたっていう話になります。なので、まあ、今日はちょっとこの話を紹介したいと思います。元論文はこのサイエンティフィックデータで公開されてるんですけど、まあ、なんていうんですかね。まあ、なんか結構抽象的に、漏れがないように、こう、広いケースで言えるように、やっぱりこう、抽象的に書くので、どうしても、なんていうんですかね。法律の、なんか条文みたいな感じの文章が多くて、読みづらいっていうのもあるので、僕が参考にしたのはこっちの論文で、Fair Principles で Interpret、インタープリテーションズ、まあ、各元素がどういう意味なのかというのを一回解釈して、で、その上でまあインプリメンテーション、まあ具体的に結局何をすればいいのかっていう話なのかっていうのをこう対応付けで説明したこの論文があるので、まあ、主にこっちを参考にして、まあ、このスライドを作ったっていう感じになります。で、まあ、フェアで FAIR ってあって、F はファインダブルっていうので、意味は、人間や機械がそのデータを見つけられるようにせよという話になります。で、細かく、F1 から F4 まであって、F1 っていうのはグローバルで永続的な ID を利用しなさいっていうことで、例えばだから、ドロップボックスの共有リンク貼っただけとかだと、まあ、永続的な ID にはならないわけですね。なので、もっとちゃんとした、ずっとリンク切れが起きないような ID を使いなさいということを言っています。F2 っていうのが、データの説明、メタデータをきちんと書くようにせよということで、で F3 が、そのメタデータはデータと紐づくように。なので、メタデータの中にそのデータの ID を含んで、こう、つなぎ合わせることができるようにせよということを言っています。で、F4 っていうのが検索可能な、インフラを利用しようということで、まあ、なんかこの4つのうち F1 がまあ一番こう、言いたいことで、それを実現するために F2、F3、F4 があって、F2 っていうのはデータの中身を人間が頑張って書けっていう話で、F3 っていうのが、まあ、ID をきちんと、対応付けしろということで、F4 ってのはインフラをちゃんとしろという話になります。で、これによって、まあ、なんか例えば、なんか論文でこう、データ is available upon request みたいな感じで、
言えばデータを渡しますみたいなことを言う人たちいますけど、まあ、それで実際に全く対応しないんですけど、それとか、まあ、ドロップボックスで置いただけとか、そういう、永続的でもないし、まあ、グローバルでもないし、まあ、ファインダブルじゃない、まあ、こういう形式でデータするのはやめて、データを公開するのはやめて、もっとちゃんとした枠組みでデータを公開しようという、話に至るわけで。で、特にその、この論文で紹介してたのは、デジタルオブジェクトアイデンティファイア、DOI を利用しなさいってことを言っています。補足ですけど、DOI って何かっていうと、まあ、URL の変更でリンク切れを起きづらくさせる仕組みっていうことだと思います。で、例えば、まあ、なんか個人のウェブページとかをイメージすればいいと思うんですけど、まあ、最初こういう URL でウェブページを作っていたけど、で、なんか、例えば学会発表とかでこの URL にアクセスしてくださいとか、こう、外向けに話したとして、で、なんかその、なんか事情があって URL 変更して、こっちになんかページを移したとします。そうすると、最初この abc.com っていうところで、アクセスしていた人たちっていうのは、URL が変更したことによってリンク切れが起きて、もはやそのページにはアクセスできなくなるわけですね。で、そういうのを防ぐために、まあ、第三者の機関として、今 DOI の財団っていうのが、DOI のデータベースっていうのを、まとめてまして、で、DOI っていうのは、この、なんか、番号、スラッシュ番号みたいな、この連番のものを言うんですけど、この DOI とこの URL を対応付けっていうのを、常に頑張ってやっている、ところで、で、もしその URL が変わったとしても、もしこのウェブページの作者が、この URL が変わりましたっていうのをこう DOI に届け出をすれば、対応付けを切り替えて、新たにこの番号はこの URL と対応していますっていうことで外向けに公開できるので、なので、まあ、URL よりも DOI を、外部でこう、公開しておく方がより永続的であるっていう、話になります。これはもともとはウェブページに対して付与されていた話なんですけど、まあ、昨今では、まあ、データに対しても付与されるようになってきました。で、なお、URL として DOI を使うこともできて、この、頭の部分にこの https.doi.org っていうところを書いて、検索するだけで、間にこの DOI の、サイトを介して、目的のページまで到達することができます。これは僕の論文の DOI ですけど、BMC、バイオインフォマティクスの論文なので、ここに、まあ、BMC の、番号がついて、で、この、スラッシュ以降が自分の論文ごとにユニークな番号になっています。あと A なんですけど、A はアクセシブルで、データへアクセスできるようにせよという話になります。ファインダブルと似ているように見えますけど、まあ、ファインダブルは、まあ、人間が、努力する話で、まあ、こちらもアクセスということで、もっと仕組みとして、まあ、機械がやらせることとして、いろんなトピックを扱っています。というか、まあ、プロトコルですね。通信プロトコルの話で、まあ、A1 っていうのが、まあ、標準的な通信プロトコルを利用せよということを言っていて、具体的には HTTP、HTTPS とか FTP みたいな、誰でも使えるプロトコルを使いなさいってことを言ってます。で、かつ、より細かく言うと、A1.1で、まあ、オープンなプロトコルを利用せよ。あと、1.2では、まあ、なんかコンプライアンス関係のことを言っていて、まあ、個人情報には気をつけなさいみたいなことを言っています。で、A2 っていうのがメタデータの永続性について説明していて、なので、まあ、例えばですけど、特定の国でのみアクセスできる、まあ、通信プロトコルだったりデータベースとか
そういうのは、オープンでもないし、標準的でもないので、まあ、こういうのは、まあ、フェアな枠組みとしては、良くない、データの公開の仕方なので、そういうのを使うんじゃなくて、まあ、各種のデータレポジトリを使いなさいっていうことを言っています。まあ、データレポジトリというのは、まあ、データを公開するのに特化したレポジトリということで、この、まあ、ネイチャーの、レポジトリーズっていうページがすごく詳しいので、まあ、ぜひ、後で見ていただきたいんですけど、まあ、生命科学で言うなら、まず、塩基配列が出てくると思うので、次世代シーケンサーとかで。まあ、そういった、データは、まあ、まず、INSDC、まあ、国際連携のデータベースがあるので、そこに、SRDA とかですね。まあ、そこに、まあ、登録しなさいってことを言っていて、あと、生物種特化型データベースもありますよね。線虫とか、ショウジョウバエとか。まあ、そういうところでもいいですし、あと、なんかそういう特定の生き物だったり、データの種類だったりとか関係なく、もうとにかく何でも公開、するの、していいですよっていうことで、まあ、より一般的なレポジトリ、データレポジトリとしては、ドライアットとか、フィグシェアとか、なんですかね、データバースとか、オープンサイエンスフレームワーク、あとゼノドもデータ公開できますね。サイエンスデータバンクみたいなものが、推奨されているみたいです。まあ、個人的にも、ここら辺、特にフィグシェアとゼノドは使いやすいかなと思っています。ゼノドは、1データにつき 50GB とか、まで、まあ、上限をこう、設定していて、かなり大きいファイルを扱えるので、まあ、そういう時に便利かなと思っています。あと、I がインターオペレイティブで、相互運用できるようにせよという話になります。相互運用というのは何かというと、まあ、なんか、オレオレのデータの記述をやめなさいとかいうことですね。なるべくその、他の人と同じように、データを記述して、互いにこう連携できるようにしなさいってことを言っていて、例えば具体的には I1 から3まであって、I1 はデータ形式に関して言っていて、例えば CSV とか RDF とかは望ましいですね。あとは、I2 は共通の語彙をなるべく使うことで、その語彙を定義するオントロジーとして、この、AUD みたいな枠組みがあります。I3 で、は、他のデータへの参照をなるべくしなさいということで、まあ、同じメタデータ、データであっても、何か変更があってバージョンが変わったのであれば、前のバージョンはこちらですみたいな感じでリンクを貼るとか、そういうのが大事だということを言っています。なので、例えば、Excel とか PDF とか Word とかっていうのはなかなか扱いづらいデータ形式で、なかなかインターオペレイティブではないと思うんですけど、そういうのやめて、まあ、TSV、CSV とか、あとはバイオインフォだと BAM とか FASTQ みたいな標準フォーマットがあるので、そういうのでなるべくこう、データを記述して公開した方がいいということを言っています。R は、リユーザブルで、データの再利用ができるようにしなさいってことを言っていて、まあ、このペアのうち F と A と I で、まあ、ユーザーの手元にこう確実にデータが届くかもしれないですけど、データが届いたとしても中身がきちんとしてなかったら結局そのデータで解析ができないわけですね。なので、ユーザーがもっと、使いやすいように、きちんといろんなことを気をつけなさいということを言っているのが R で、R の1が、まあ、メタデータはきちんと記述しなさいということを言っていて、そのための、より細かい項目として、R の1.1は、データの利用ライセンスを明示しようせよということを言っています。特にクリエイティブコモンズとかがデータでよく使われると思うんですけど、何かしらのライセンスを明示しないと、まあ、ユーザーが、なかなか使いづらいですよね。まあ、特に企業とかの場合、
なんかそのライセンス違反を起こしてしまったとかな、後から分かってくると、まあ、すごく問題になってしまうと思いますし、なので、まあ、ライセンスはきちんと書くっていうことと、あと1点には、まあ、詳細情報、まあ、アノテーションをきちんと記述せよってことを言っていて、1点3は、あと各専門分野のコミュニティの記述、基準を準拠せよということを言っています。まあ、例えば、なので、例として、シングルセルアネセックのデータをイメージしてみたとして、よく、行列のデータだけ公開して、公開しましたで終わる人もいるんですけど、なんかこう遺伝子かける細胞の、発現量行列だとして、で、行名でこう遺伝子の名前が何かしら書いてあったとして、列名としてこう、なんかバーコードが、こうやって書いてあるだけみたいなデータもよく見るんですけど、これ結局、どの列が何の細胞か全然わかんないですし、論文の、解析を再現することができないわけですね。まあ、どの ID がどの細胞なのか対応付けがないですし、もう一回その論文でやった解析を一からやるような羽目になってしまうので、理想としては、まあ、例えばシングルセルというのは数ラで解析する人がまあ大体だと思うので、その数ラのオブジェクトそのまま渡す方がよりリユーザブルだと思います。で、スーラーで解析した結果で、なんか PCA だったり UMAP の図表だったり、遺伝子名もそうですし、まあ、何かしら細胞ごとのこうクオリティコントロールの結果とか、そういう属性情報っていうのも全てここに登録されるので、まあ、これを素直にポンと公開するだけで、非常にそのリユーザブルなデータの公開の仕方になると思います。はい。で、ちょっと、話が変わりますけど、データ論文っていうのも、あるっていう話で、まあ、従来の論文っていうのは、その、センセーショナルな発見とか、まあ、発明とか、そういうものが重視されていて、で、実際、その研究が再現性があるのかっていうのは、あまり重きを置かれてこなかったわけで、まあ、なので、まあ、捏造とかもありますし、まあ、再現性がないっていうことが問題になって、こう、それで、こう、報告する論文、レビュー論文とかも、いくつも出てきてるんですけど、まあ、とはいえ、まあ、再現性を担保するための、タスクっていうのも、まあ、非常に大変なわけですよね。バイオコンダクターにパッケージ登録するっていうのは、再現性を、高める一つの活動だとは思うんですけど、まあ、すごくレビューでいろいろ言ってくるわけですし、まあ、そういうのだけでも、まあ、一つの、なんか、大きな仕事になってしまうので、そういう再現性を向上させる、まあこういうパッカソンとかもそうですけど、そういう活動自体にも、まあインセンティブを持たせたいっていうことで、まあソースコードはコード論文、まあ助数とか、あと実験のプロトコールであれば、まあスタープロトコールみたいな、プロトコール論文とかいくつもありますし、まあそれと同じ流れとして、まあデータをきちんと他の人が扱える状態、そして整えて公開するっていうことに関して、データ論文というものがあります。データ論文は、まあ、すごい最近増えてまして、F1000 は、まあ、ハッカソンで紹介したことがあるかなと思いますね。あと、ギガサイエンスとか、サイエンティフィックデータとかですかね。有名どころは、ゲオサイエンスっていうのもあるみたいですね。まあ、ここら辺で、こう、データ、科学的なその結果とは関係なく、そのデータを、再現できるように公開したっていうことに関して、論文を出すっていう、話で、まあ、こういう論文があります。あと、バイオパッカソンに固有のトピックとしては、まあ、みんなパッケージ作るんだと思うんですけど、まあ、アートパッケージの内部にデータっていうディレクトリがあって、で、そこにデータを入れて公開する人が結構いると思うんですけど、まあ、これってもともとデモ用のデータを入れるところで、本当に本番のデータ、大規模なデータ、ミックスとか画像とか、まあ、そういうデータを入れるのにはあまり適してはいないわけですね。で、まあそういうなんかでかい、パッケージっていうのは、まあ、C ランとかバイオコンダクター側からも嫌われているわけで、
そのパッケージが、あると、そのパッケージを依存、えー、な、えー、インポートした他のパッケージのインストールの時間まで遅くなってしまうので、こういう、ネットワークになっているので、なるべくそういう重いパッケージっていうのは、そのネットワークの中に入れたくないっていう、話があります。なので、データはあまり大きくない方がよくて、で、バイオコンダクターもソフトウェアパッケージと、データに関するパッケージ、アノテーションパッケージとエクスペリメンタルパッケージっていうのが、あるわけなんですけど、1パッケージに1データを格納して配布っていう形式は、今後減っていくと予想されます。で、その代わりにそのデータはどこか別のデータレポジトリに配置して、必要な時にのみ取りに行くっていうスタイルになっていくだろうなと思っていて、そういう話はすでに知っていて、アノテーションハブっていうのが、ハッカソンで紹介したことあるんですけど、統合 TV にもなってますが、バイオのデータっていうのは、中身は、クラウドに置いておいて、で、メタデータだけを、入れた空パッケージの別途用意して、で、ユーザーが本当に使いたい場合は、このクラウドにアクセスして使ってくださいみたいな仕様に、なっているので、バイオコンダクターに、データを登録したいってなった場合は、多分みんなこの枠組みで公開することになると思います。あと、自分が、メンテナンスしている、C ランの R テンソルでもそういうふうに実装していて、テストデータとして、たくさんの人の顔の写真データっていうのがあるんですけど、ORL っていうのがあって、で、そのデータを、前の、開発者は、データすら以下にも置いてたんですけど、C ランのポリシーが変わったのか、それだと良くないってことで受け付けてくれなくなったので、自分がやったのは、フィグシェアにそのデータを置いて、必要な時はこのロードORL っていう関数を実行して、ローカルに落として使うように、最近はするようにしました。はい。っていうのでまとめますと、いろいろデータに関して、いろんな話をしましたけど、フェア原則っていうのは、研究分野、特に生命科学の分野におけるデータの公開に関する取り決めっていうので、最近はいろんなジャーナルとか、データレポジトリとか、コミュニティとかが、このフェアに気をつけてデータを公開しているっていうことになります。DOI っていうのは、リンク切れがしづらい ID というか URL みたいなものです。で、データレポジトリっていうのは、データの公開に特化したレポジトリで、ゼノドーとかフィグシェアとか、あとは特定のデータのタイプに特化した、GEO とか SRA とかですね、画像とかもあると思うんですけど、そういうのを、使うと、DOI とかも、発行してくれますし、フェアの原則に従っていろいろ気をつけているレポジトリが多いので、そういうところを使った方が、いいと思います。で、データ論文ってのはそういうことを気をつけること自体がかなり大変なので、そういう活動にもインセンティブを与えるために、論文として、データを公開するっていうことに関しても、論文として、扱うということでやっている話になります。はい、以上になります。はい。ありがとうございます。何か、参加者の方からご質問、コメント等ありますでしょうか？なんか、講義とかやるんですか？これで。いや、やらないでやすけど。らない。なんか講義っぽいノリ で喋ってました。なんか大学院の講義やるかと思ってああ。ます。ちょっと統合 TV 化する意はい。識では喋りました。あ、はい。確かに、これ、ね、なんか、理研の時は結構、フェアとか、そういうのを言う人がいたと思うんですけども、なんか大学に行かれて、なんかはい。そういうのやるんですかね。
の時は特殊だったんですかね。まあ、理研はデータベースいっぱい持ってましたし、そまた、の、RDF とか言う人もいっぱいいましたし。まあ、ちょっと偏ってたんかな。いや、なんか確かに、特典、なんかちょっとそのポジショントーク的なのがあるのかなと思ってたので、あの時ああ、は。それはすごくあると思いますね。そうですよね、このあたりって。まあ、DOI を使った方がいいみたいな意識は、まあ、最近の人は結構持ってると思うんですけど。まあ、なんか、こういうのって、なんていうんですかね。なんていうかな。なんか、研究って結構、競争的な側面と、自分のやってることは人類のためだっていうことでやってる面とあるじゃないですか。で、結構大学は競争ばっかりやってる感じがなんとなくあって。とにかくネイチャーセルサイエンスに出せみたいな感じで、そこに出れば勝ちみたいな感じで、その再現性みたいなのってかなり、おざなりになってる感じがあって。だから、そういう人にとってはなんか、そんなに面白い話じゃないのかもしれないですけど、僕は、まあこういうパッカソンとかやってるぐらいですし、かなり本質的な、大事な話だと思ってますし、まあ確かになんかその欧米の方とかこういうネタでなんかそのまあ先ほどだよねなんかそのネイチャーレビュー書いたりとかコメンタリーとか書いたりとか結構しますんでなんかまあインパクトとしてはあるんですよね。何がですか？ああ、こういうそのフェアとかのネフェタをア。全体的に推し進めるっていうのは多分インパクトはあるけど、日本人が やっても多分誰もついてこないとかな、そういうのはあるのかもしそうですね。すぐ、何の役に立つんですかみたいなことをれない。メディアがこう言っちゃう感じがあるので。そうですよね。なんかペーパーがついてくるとなんか信頼度もあるのかなっていう気もします。このあたそうですね。だいぶ地味というか、一り。般人にとってこう、大事さがすごく伝わりづらい話かなと思うんですけど。まあでも結構、なんていうかな。まあ競争と捏造はセットだと思うので、再現性が取れない話はたくさんあると思いますし、派手な話ほど再現性がないと、いう、なんか、印象もありますし。なんかこういう感じ、第三者がいつでも検証できるような、ふうに気をつけるっていうのは非常になんか本質的だと僕は思うんですけど。ただまあみんな派手な話ばかりが好きですね。まあだからスタップ細胞みたいなことが起きるんだと思うんですけど。もうピー入れた方が良かったんじゃないかと。いや、別に まあちょっありとがと顔を出すのはやめましたけど。う。そうです。ありがとうございます。はい。